愛は喜びが溢れている、物語はいつも果てしない、青胸に星を夢に疲れそうな日には僕が頼りぎになるよ、世界が僕らに揺れるまで。どうも皆様、おはこんこんみつキックバスターです。ゲーム実況大好きなルーが実況者向けの即死多めの脱出ゲームを作ってみたというゲームを今回はやっていこうと思います。でですね、今回はちょっとリクエストがありましたね。僕が普段喋ってる関西弁というか、大阪弁でもないんですけど、でね、実況やっていこうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。行きましょう。実況生放送について逆に実況してくださいっていうほど全然 OK です。ありがとうございます。ここはどこだ、サトシ君、なんかサトシって感じじゃないねんけど、顔色悪いけど大丈夫か。このゲームは即死を楽しむための脱出ゲームです。ツッコミどころあると思いますが、お楽しみください。はい、喜んで。即死ね、即死要素でしょ。これはセーブポイントとかはあるんかな。こんなの汚れだ、俺は汚れ見るだけで。はぁ、いや待てや待てや、そこで死ぬんかい、どうなっとんねん、家綺麗にしとけよ。OK です。多分こっちも一緒かな、一緒かな。あ、一緒やな、一緒やな。カンカンカンちゃうねん。あ、なるほど、ここで自動セーブされてんのか、ありがたいな。時計は何もないと。これ死にそうやな、死な、何もなかった。いや元気かい、もうドッペルゲンガー、そんなアホな、ちょっと待ってやな、これ。まあ基本的にね、こういう即死系で、あ、ほんまや、お前姿一緒やよ、みたいな、ほんまや、まあ、そんなんやん。こういうゲームって基本的にあんまり話しかけない方がいいんですよ。キノコ、いやー食べへん、ちょっと死ぬやろこれは。お前昔付き合っていた、あんたここで何してんの、あんたが、いやだいたい話しかけたらあかんのよな、分かってんのよ。そうなんよこういうゲームって。あ、やばい、入らん入らん入らん、これは嫌な予感しかせんけど。あー、そうっすよね、調べるとかじゃなくてもう触れたら死んだわ、もう。いやもう多いな、罠が多いな、これ。BGM が壮大なんやな。あ、あーもう汚れてるとあかんの、ちょっと待ってや、ここら辺もなんかダメそうやけどな。あ、写真のではなくボディービュー、いやそらショックやけど、いや、そらショックやけど、ちゃうやん。ちゃうやん。お前、マンボウか。そんなすぐ死ぬて、マンボウか、お前は。こ。すごい下手くそ。サトシ恥ずかしがり、次の日から引きこもり。もうなんでやねん。死んでないやん、引きこもりやったら。おかしおかし。ちょっと待てよ。これは何もない、あ、何もなさそう。あ、何もないんや。靴箱、何もない、鍵が閉まってる。おい、なんでやねん、ちょっと待てよ。まずそんな、ここに閉じ込められた時点で死んでるやろお前、絶対もう危ない。なんかいっぱいあるけど、ここになんかありそうよな。はい、ちょっと入られへん、入った入った、ちょっと待ってや、何もない、何もない。一個ずつ調べていきましょうか。あ、ああもう、ああもう、こういうとこは多分なんかが、そういうなんかじゃないねん。
なんかがあるっていうのはそういう死亡フラグ的なことじゃなくてね、鍵があるとかそういうことよ、僕が期待してんの。ここも多分普通に、なんもないんか、マジでマジで汚れだけで死ぬやつ。あ、秘密の本。おい、なんでやねん、なんでそれで死ぬねん、お前。引きこもりって、お前、引きこもりは死なんやろ。いや、社会的に死ぬかもしれんけど、そんなんええねん。今そんなんちゃうねん。そんな話してんちゃうねん。スープ飲もう。かぼちゃスープ、かぼ、いや、まあ、お前ようその年まで生きてこれたな。かぼちゃスープで吐いて死ぬようなやつがよう生きてこれたの、お前。なんかこぼれてるけど、ぬいぐるみがボロボロ。ああ、もう、ああもうあかんわ、あかんわこれ。脱出ゲーやからなんかアイテムはあるんでしょうけど、それを探さないといけないんだけど、すぐ死ぬもんこいつ。ほんまに、ほんまにもう。カレーやめとこうか。なんか、なんか顔弱いけど大丈夫かこいつ。おいてめえ、喧嘩してんのか、こら、したくない。してみる、案外勝つかもしれん。いやいや、普通に考えろ、お前喧嘩ガチでするかよ。面白い。あ、やった、ほらほら見た、ほら見たことか。食べよう、人参入ってる、嫌い。あーあーあー、もういっそこうなったら全部のギミック踏んだるわ。穴に入ったら予想以上に深く足を骨折してしまった。うん、そうやね、知ってたわ。そうなると思ってたよ。まあ、鍵はとりあえず見つかったんで、これで行きましょう、このまま。キノコ食べる。毒キノコ。ああ、そうっすよね。うん。そらそうやわ。こんななんか館みたいなところの床に生えてるキノコなんか毒以外の何もんでもないからね、こんな。あとは、まあ、あの刃物当たったから、多分だってこれもでしょ？うん。そうなるよね。ってことは、だ、もう一個あったところも多分、そう。この下にあんのも雑種で終わりやと思うんで、ここはま、スルーでいいかな。とりあえず、このおじさんに、あ、喧嘩色も。喧嘩する。あ、違う、間違えた。あ、そっか。あ、いいんか。あ、これでいいんか。で、鍵をゲットしたから、これで、ゲームクリアと。一人ぼっちシリーズもよろしく。あー、ありがとうございます。楽しかったです。いやー、いいね。久しぶりに突っ込みまくった実況になったんじゃないかなと思います。というわけで、以上、ミツキックバスターでした。次回の動画でお会いしましょう。もしかしたら、このシリーズも、要望があれば、次もやるかもしれません。というわけで、それじゃあ、またね。最後までご視聴いただきありがとうございました。お帰りの際は画面下のチャンネル登録ボタンを押してください。あるいは高評価やコメントよろしくお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。